日本ではですね、女性の役員数が欧米先進諸国に比べ少ないのが現状であります。多様なニーズに応えようとするためにも女性役員をもっと増やすことが必要であり、そのためには候補者基盤を厚くしなければなりません。皆さんには先生方から与えている高い評価を胸に自信を持って難題に取り組んでいただきたいと思います。これだけパワフルな女性たちと出会えたこと、その方々から刺激を受けられたということが何より印象に残っている。たまにはそう言ってもらえる。